モンドセレクションってどうよっていう話がですね、朝日新聞に出てます。皆さんモンドセレクション知ってます？これいろんな噂があるんですよ。なんか金さえ払えば誰でも金賞を取れるとかね、ちょっとお金出すと普通の金賞、たくさん金払うと最高金賞、これねモンドセレクションいろんな噂があるんですよね、すごいきな臭いんですよ。最高金賞多すぎない？最高って1個しかないじゃんね。最高金賞400品目あるんだってよ。ここがうさんくさいわけよ。だからね、6分野だったら最高金賞6個ならいいよ。最高金賞400って最高じゃねえじゃねえかっていう。ここがうさんくさいのよね。まあ誰とは言いませんけど、私の親友がね、なんかちょっとこれから健康食品やるって言って、それでいろいろ調べたら、あれなんかお金出せば取れるやつでしょみたいな話をいっぱい聞いたって言うんですよね。食のオリンピック最高金賞400、しかも毎年だからね。そりゃないでしょう。だって3163応募して400だから1割以上が最高金賞でしょう。どうなのよそれ。審査料として約1200ユーロ、約17万円かかる。そのせいかネットではお金を払って出品すればほぼ受賞できるなどと揶揄される面も。全体の7割が日本から。これいよいよきな臭くなってきたよ。世界の食のオリンピックとかなんとか言ってるけど、日本の会社しかほとんど応募してないってんだから。しかも応募したら10件のうち1件以上は最高金賞が取れるんだから、どうなのよ。3000のうち400が最高金賞だからね。じゃあ金賞しか取れなかったのっていうのは、要するに粗悪品だってことじゃないの？ましてや落選した商品なんか鼻から話になんないよね。確かにね、モンドセレクション金賞と言うけど、なんかすごそうじゃないですか。マークはこれですよ。こういうやつですね。モンドセレクション金賞受賞っていう。ね、結構ちょこちょこあるんですよ。でももはやもう終わったでしょ。サントリーがまたこれを新たに出すってことは多分もうないよね。サントリーがこれに注目して最高金賞って言ってわーってやって、確かにあれね、なんか世界で金賞取ったらしいぞみたいな感じで、すげえすごいみたいになってたわけですよ。でサントリーが多分火付け役になっちゃったんだね。じゃあうちも出してみようかみたいな感じでわーって出すと、みんな申請すればみんな金賞取れちゃうから、それで金賞取れました、金賞取りました、しかも餃子で初って、いや初めて申請しただけだろうって、誰かツッコミ入れないのかなと思いますけども。とにかくですね、だってビール部門で初、多分誰も出しなかったんだろうね。で緑茶で初って最初に気づいただけだと思うんですけどもね、とにかくちょっとうさんくさいと言われているモンドセレクションの実態がですね、ちょっとこう数値を見ると最高金賞400かよみたいなね、のがあります。もうこれからはもうないでしょう。大手はもう取りに行かないよ。もうこれでもう日本ではもうね、衰退していくんじゃないでしょうか。だから逆にね、モンドセレクション金賞とか、なんだ最高金賞じゃねえのかよみたいなね、なんか金賞だったらつけない方がマジじゃないかみたいなね、ちょっとそういう風な目で見ていただけたらいいんじゃないかな。日本人ってこういうの騙されやすいわけですよ。こういうの騙されちゃいけませんから、ということです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。